こんにちは、本間です。先日アップした長野の動画は見ていただけましたでしょうか。僕が長野旅行で着ていたダウンがこちらのダウンになります。本日はこのローガンダウンパーカーをご紹介したいなと思います。モンベルのホームページ、商品説明の記載では厳冬期の野外作業、冬のバードウォッチングに、冬の運動量の少ないアクティビティに向いているとのことです。僕の肌感覚では、観光とかちょっとしたお出かけに結構僕は使ってて、今回の長野旅行でも雪降っていたんですが、かなりこのローガンダウンパーカー調子良くて、すごく満足しております。この商品のスペック的にはモンベルの EX ダウン800フィルパーの3枚差し構造でなんか封入しておりまして、普通のダウンにもう1枚こう布を入れることによって寒気の侵入を防ぎ、暖かさをキープできる、保温力が上がっている商品みたいです。で、生地表面も撥水加工されていて、雪とか小雨程度なら弾くような仕様になっておりまして、この摩耗対策っていうんですかね、生地が結構厚いんで引き裂き強度に強いような生地感になっております。結構耐久性はすごくある商品だなというふうに思います。で、さらにファー付きで雪が降ったらこれで顔周りはしのげるようになっておりまして、で、インナーカフが入っておりまして、ここから袖口からの寒気の侵入も防ぐような仕様になっております。かなり暖かいです、本当に。で、ポケットも多くて、これ横からもポケット入るし、ここ上からもなんか物を入れられるので、携帯性はすごく上がります。基本的には僕ここに入れてますね、手は。あったかいです。で、重さがですね、 1010g、 だいたい 1kg ぐらいで、結構ずっしりしてる感じですね。価格が、税込み 34,100円となっております。モンベルの商品の中では結構高めな商品なんですが、ノースフェイスとか他メーカーと比べるとかなりすごい価格設定で、ちょっとノースフェイスとかあんまよく分かってないんですけど、マクマードパーカーなんですかね。今それが廃盤になってて、ノースフェイスのサザンクロスパーカーっていうのが、同一商品、同スペックの商品になるかも、なる感じがするんですけど、それがもう価格が7万円台っていう倍以上になるので、そういう意味でもモンベル、ローガンダウンは本当コスパのいい商品だというふうに思います。価格設定が結構おかしいです、これなのに商品の品質はめちゃめちゃいいっていう、さすがモンベルという感じです。はい。あと、デザイン的にも結構都市でも着ていてもなんかいいような感じになっておりますよね。割とモンベルの中ではいいかなというふうに、ダサくないというか、かっこいいですよ。結構いいですよね。今回僕が紹介したのがモンベルのローガンダウンパーカーになります。この動画いいと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画で、さようなら。